どうも皆さんお疲れ様です、マピーです。今日はアリーナ・オブ・バラーをやっていきます。このアリーナ・オブ・バラー、通称アリバラは仲間とチームを組んで戦うというゲームとなっていまして、その仲間というのは現実の友達と一緒にチームを組むこともできますし、一人でもゲーム内で他のプレイヤーとマッチングしてチームを組めるので、一人でゲームするのが好きな人でも友達とゲームをするのが好きな人でも楽しめるゲームなんですよ。なんでもうつまりゲーム好きな人には楽しめる、そんなおすすめできるゲームということでね、僕はね一人でここ数日間やってたんですけど、もう戦略性もめちゃめちゃ深くて、あとこのヒーローというキャラクターもねすごい数いて、もう本当にやり込み要素もたくさんあって楽しいゲームということで、今回紹介していきます。まずこのゲームキャラクターがとても多いです。これヒーローと呼ばれてるんですけど、画面に映ってるだけでも10人いますよね。でこれで画面を動かすと、うん、さらに5人出てきた、また出てきた、まだいるね、まだいます。おびただしい、すごいですよ。これはもうとんでもない数だ、とんでもない数ですね。これまだスワイプが止まらないね。スワイプが止まらない。まだ下に行けるの？まだ行けるんですか？まだ見せてくれる？そしてね、ここでゴールということで、現段階でですね、このヒーロー100人以上存在するんですよ。もうとんでもないね。あの友達100人できちゃったならぬ、ヒーロー100人できちゃったって言うてね、もう100人もいるということで、自分に合ったヒーローとか好きなヒーローっていうのは、まあ、必ず1人はいるんじゃないかな。うん、なんかこのキャラクター、このヒーローめちゃめちゃ見た目かっこいいなとか、見た目もう自分のドストライカーだなみたいなのは絶対にね1人はいると思うので、まずは始めてみてこのヒーローをね、まあ、ずらーって見てみてもいいんじゃないかなと思います。で、このゲームなんですけど、僕数日間プレイしただけで現状17人もね解放できてるということなので、もう普通にログインしてたりとかプレイするだけでヒーローってどんどん手に入るんですよね。で、そのまあログインでも手に入るし、でプレイするとゴールドっていうのがもらえるんですけど、このゴールドっていうね通貨、普通にこれはもう課金なしで取れる通貨なんですけど、このゴールドを使ってヒーローを購入することもできるし、で右側のこのバウチャーっていうアイテム、これは課金アイテムなんですけど、課金してヒーローを購入することもできる。まあ課金したらね楽にヒーローは購入できるんですけど、課金なしでもヒーローっていうのは購入できるということなので、このゲーム課金なしでもね強くなれるんですよ。うん、で僕がね数日間プレイした僕がおすすめしたいのが、まあ、ヒーロー3人ぐらい紹介しようかな。でこのヒーローっていうのはねクラスっていうのがあって、タンク、ウォーリア、アサシン、メイジ、マックス、サポートってあるんですけど、タンクってのは HP とかあと防御力が高くて耐久があってね、もう前に出て味方の壁になるようなそんな役職ですね。でウォーリアってのは前に出て接近戦を得意とするようなね、もう近距離でバシバシ敵を倒していくようなね、でそういうクラスとなってて、でアサシンってのはもう潜んでね、もうあの敵に気づかれないように潜んで一気に敵を叩き潰すみたいな、もう接近して叩き潰すみたいな感じでこう一撃がね強いというようなクラスとなってて、でメイジは通常の攻撃は弱いんですけど、アビリティによるねその攻撃っていうのが魔法攻撃になってて、範囲が広いということで広範囲に攻撃できますと。でマークスマンで、マークスマンは遠距離からチクチク相手にねダメージを与える、で火力っていうのも高いという感じで、接近戦は得意じゃないんですけど遠距離でねどんどん火力をね積み重ねていくっていうね、かなりね重要な役職となってます。でサポートってのが味方を回復したり、あとは、まあ、壁になったりとか、そのいろんな意味でねタンクとこのサポート、ミイラとかがね同じ兼任となっているんですけど、まあ、味方のサポートって感じですね、もう名前の通り。で紹介したいのはまずこのタンクのミイラ、こいつ使ってて個人的にすごい使いやすかったですね。うん、やっぱ耐久力あるし、アビリティとかもねめちゃめちゃ使いやすかった。なんか敵を引き寄せて一気にあの火力も出るみたいな感じで、耐久力もあって火力も出る、すごい使えててね良かったです。でウォーリアーだったらアーサーかな。このアーサーは、まあ、このなんだろうな、チームバトルゲームというか、このゲームをやって初心者におすすめしたいのがやっぱアーサーかな。このアーサーになってこの前に出て敵を倒すっていう喜びを知ってほしいというか、で火力も高くて耐久力もそれなりにあるんで、前に出てねバンバン戦いたいよって人におすすめです。であとはそうですね、アサシン、メイジ、マークスマンってあるんですけど、まあ、マークスマンのねバイオレット、準備はできているんですね、これね初心者にもおすすめできるし、上級者が使ったらめちゃめちゃ強いんじゃないかっていう感じですね。マークスマンっていうクラス自体が結構上級者向けなところはあるんですけど、まあ、初心者にもおすすめできるような感じですね。このアビリティとかで転がって攻撃することができてるんですけど、バイオレットはねかなり使いやすくてね、遠距離でチクチクダメージも与えられるし、そうやってなんか移動しながらその機動力にも長けてるという感じなのでとてもおすすめです。なので、まあ、今回この3体を使っていこうかなと思いますね。ってことで早速普通にプレイしていきましょう。でこのプレイってのがこの普通にねカジュアルでマッチできる5対5の
グランドバトルっていうのがありまして、このグランドバトルは、まあ、カジュアルモードなので練習に向いてますね。で、ランクマッチっていうのが、まあ、これはもうその名の通りランクをかけて戦っていくようなレート戦のようなようになってるので、これはもうシリアスなモードとなってるので、まずはカジュアルで練習して慣れてきたらランクマッチに行くのをお勧めしますということで、まずはカジュアルからやっていきましょう。さあマッチングしましたね。何使おうかな、まあ、さっきおすすめしたやつのどれか使うんですけど、よし、ちょっとここはアーサーから行こうか。でアーサー使って上行きたいな。これマップ右下に映ってると思うんですけど、真ん中と下と上っていう風にね3つあるんですけど、アーサーは上がいいんじゃないかな。上にスレイヤーっていうねモンスターがいるんですけど、そいつのレイにもねアーサーは行くのがいいんじゃないかなって個人的に思うので、まずアーサーを使って上側からじわじわと行きましょう。これちょっと集中していきましょう。できれば MVP 取りたいな。でアーサーなんですけど、このねアビリティ1の移動上昇っていうのがあったりしてね、これ移動とかもねこうやって移動上昇して通常攻撃なんかもね強くなるんですよ、これ使うと。まずはこうやって序盤にねこのモンスターをしばいてゴールドと経験値っていうのを稼いでいくのが定石ですね。よいしょよいしょと。で経験値レベル2になったんで新しくアビリティ覚えてね、これね敵のタワーなんですけど近づいたらダメージ食らっちゃうんで気をつけて。お、敵いるな。よいしょ。これハサミ打ちにできるんじゃん。あーと思ったけど味方いなかった。オッケー、でも一人倒した。オッケー、ファーストブラッド。ファーストブラッドこれかなり大事なんですよ。最初にキルを取ることファーストブラッドって言うんですけど、これ取れるかどうかでやっぱ経験値の入り方って少し変わるので、オッケーオッケーオッケー、これ倒したい。よいしょ、ナイス。朝強いですね、やっぱ近距離強いですね。ゴーレム倒そう。このゴーレムを倒すとバフを手に入れられます。通常攻撃とかねその物理攻撃の火力が上がるので、これは取っときたいけど敵が来る前にしばけるかな。倒せ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 、よいしょ、ナイス。でショートソード買います。あ、やべ、来てる来てる。ウルト溜まった、ウルト行こう。よしよし、オッケーオッケー。アビリティメント使って、これでアビリティも使って一気に溶かせ溶かせ溶かせ、よいしょ、オーケー。いや十分仕事したね。これ一回帰ろう。これリコールって言ってね一旦帰って、でスレイヤーが来てるな。これ左上にね紫のマークあると思うんですけど、あれを取るとさらにバフが手に入るので、あれ取りたいですね。味方行ってるな。これちょっと援護頼む。やべ、これまずこの敵倒そう。処刑、んー、ウルト、よいしょ、いけ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 、いやあさガチ強い。よいしょ、オッケー、これ行こう行こう行こう、一緒に頼む、援護頼む援護頼む、来る来る来る。これスレイヤー倒したらねバフ手に入れられるんで、これちょっと倒しましょう。倒したいけど倒せるかな。ちょっと俺も結構ローだ。あ、やべやべやべ、頼む頼む。オッケー、来てくれた。よしよし、味方ちゃんと俺の意思を組んでくれた。いけるぞいけるぞ、一緒に倒そう。よし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 、あとちょっとあとちょっと、もう一息、ナイス。オッケー、これでダスリア、これねスリアの怒りを獲得してバフを手に入ったんで今ホクホク状態。そしてこれ挟めるね、そこに敵いる。よいしょよいしょ、おお溶け方がえぐいな。よしよし、バフ手に入ってるんでね今溶け方がえぐい。タワー1個潰してえけど、ちょっと味方のミニオン来てないから今はやんない方がいいな。お、これは味方だね。これまずいね。これタワーに入っちゃうとこうやってねタワーの火力やばいんで、このちっちゃいつぶつぶ、あ、来た来た来た、これを連れてきてこいつに盾になってもろってタワーを攻撃していく。よしよしよし、そうタワーを攻撃するときはこのちっちゃいねこの子たちに手伝ってもらわないといけない。ミニオンにね手伝ってもらわないといけない。基本それが基本ですね。やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ、うわー死んじゃった。そう、こんな感じでちょっとね自分にヘイトを向けられるとタワーの火力やばいんですよ。しまった今の。まあでもタワーかなり削られたので、もう一回右下から攻めるか。あ、でも真ん中やばいからこれどうだ。頑張れ真ん中、いやいけんじゃないか。あ、ちょっとタワー入っちゃってるの大丈夫かな。あ、でも味方はレベル高いね。移動速度上げます。よいしょ、あーちょっと敵のタワー入られたな。いやでもオッケーオッケーオッケー、削っといた削っといた。じゃあこの野生しばくか、モンスターしばきたいな。オッケー、ミニオンしばこう。ミニオンしばいて、あ、バルファンやりてえな。タイミング見たいねこれ、タイミング見よう。アストラルスピア購入、バフかけてミニオンにオッケー盾になってもらって、オッケー盾いこう、破壊して、オッケー、これ一気に詰めよう、一気に詰めよう、詰めよう、詰めよう、詰めよう。あ、でもバルファイン逃げはしないな。いや、もうちょっと見てから。いや、これ行きたい。移動速度、俺の方が速いぞ。この野郎、待て待て待て、いや、ちょっとシャシャったか、シャシャったか、逃げろ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 、シャシャった、シャシャった。クソ、やれると思ったんだけどな。あ、でもオッケー、その間にタワー攻撃できている。行こう。やばいやばいやばい、なんでみんな、痛い痛い、痛すぎる痛すぎる、惜しいな、今。あとちょっと耐えれたけどな。いや、ちょっとな、俺、あれだね、連携が今下手くそだったな。まあ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 、ちょっと落ちちゃったけど、まあ、落ちてもね、さっきみたいに自陣に帰ってくることができるから、まだまだね、諦めちゃいけない。
オッケー復活で、右側に敵固まってんな。これ手伝いに行った方がいいか、それか真ん中のあいつやった方がいいか。アリス、あいつ やりに行こうかな。あいつやりに行きたいな。これはね、移動速度上げてやりたいやつ。ああごめんなさい、味方だった。じゃあスレイヤーやろう。スレイヤーこれ今復活したから、もう一回こいつ倒そうか。よいしょ、このままいけそうだな。この右上の一番でかいタワーを破壊すると勝利確定なんで、ここを破壊したいけどね。ああもうガンガン攻めてるな味方、強いな。と様子見たい。あ、オッケーオッケー、入れる入れる、タワー入れると。よしよし、みんなでタワー破壊。よしよし、おお楽しい楽しい楽しい。オッケーオッケー、ウルトスコウルトスコ、よいしょ、オッケー、ワンキル取っていく。でこれちょっとヘイト買わないように。あーヘイト買ってるな今、ミニオンナイス、オッケー。いやこれは俺が前に出てタワー破壊を、あれ俺がヘイト買う、俺がヘイト買って移動速度アップ。やべくー、激ロギロ、うわマジか、またタワー入っちゃった。俺タワーからやられること多いな。いやこれ上破壊したいけどさすがに無理か。右破壊できそうだな。で右破壊してもしょうがないね。左なんか固まってるなそこ。いやなるほど、ミニオン破壊したか。いやこれミニオンいるよね。あ、いけるね、これ真ん中行こう。オッケー、一番でかいタワー破壊したら勝ちなんですよ。ミニオン体って、オッケー、体張ってもろて、よし行こう。よし、一緒に削るぞ、一緒に削るぞ。まだバレてない、まだバレてない、まだできない、まだできない。今のうちに、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 さあ、敵来た。壁頼む、やべ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 、あー、だめだめ。ちょっと敵のミニオン出ちゃったな。オッケー、一回これちょっと、落ち着こう、落ち着こう。リズム立て直そう。一回立て直そう、立て直そう。あ、やべ、やべ、立て直して、よしよしよし。タワー、タワー攻撃。で、プレイヤーにも攻撃しつつ、ちゃっかり、ちゃっかりプレイヤーにも攻撃しつつ、で、オッケー、ネックレス買って、これで、よいしょ、ナイス。オッケー、これで勝ちっすね。よーし、まあ、こんな感じでモンスターを倒してゴールドと経験値稼いでレベルや、ね、装備を強くしてで戦っていくと。で MVP はおおすごいな、ゴールド8400も稼いでるこの人。とんでもないプレイヤーがいた。まあ、MVP はね、こちらのプレイヤーさんが取ったんですけども、まあ、アーサーもね、とても使いやすくて、おーおーおー、みんないいねくれた。みんないいねくれたね。こうやってね、仲間と協力して楽しむことができるので、ナイスプレイって言ってくれたんでね。こんな感じです。とても楽しいゲームとなってます。ってことで、グランドバトルもう一回行きましょう。お次はタンクですね。よし。使うか。いや、ちょっとあれだな。見慣れないヒーローが多い。だからちょっとどういう風に対策すればいいかとかもね、時間はかかりそうではあるけど、まあ今、下行くって言ったし。定石通りちょっと行こうか。まず移動速度上げーの。で、ミーナはね、アビリティ2のこのね、減速効果を持つやつが強かったんですよ。これがね、なんか敵の拘束に役立った攻撃なので、これを使って敵を拘束して、体張ってね、敵からのダメージをね、受けていくっていうのがあるんですけど、おー。はい、どうしよう、ここ。あ、いるね、いるね、オッケーオッケー。これ行きましょう。よし、この敵のミニオンをオッケー、こうやって今引き寄せた攻撃があったと思うんですけど、この引き寄せ攻撃がマジで強いんで、まだこのミニオンしばいて、おー待って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 、ちょっとその遠くからチクチクするのやめてもらっていいですか。オッケーオッケー、いやーちょっとこれ出れねえな。オッケー、これでこっちこっち引き寄せて、この引き寄せ攻撃がマジですよね。これでまちょっとタワーに逃げられたので一回捨て、まだこうやってね相手の体力削れたんで結果的には強い。ただちょっと待って、やばい、ジャングルのやつ来たの、これこれジャングルのやつじゃない、これちょまずいね、これちょまずいね。ちょっとあれだね、ちょっとこれ引き気味に行きたいね、引き気味に行きたい。逃げよう逃げよう逃げよう、オッケー、これ隠しよう。なんとか逃げ切れたけど、まあ一回リコールして回復するか、一回リコールして自陣戻って回復する。上レーンはどうだ、あんまり経験値稼げてないな。ちょっと今のは敵の真ん中のレーンの人にね、まあ、妨害されてしまったんですけど、まあそういう感じでね、上真ん中下ってあって、真ん中のレーンの人があの上か下のどっちか来てね、戦力に加わってどっちかのレーンを攻めていくっていうね、そういう作戦も立ててきてますね、ちゃんと敵はね。これちょっと、こっち倒したいな。オッケー、ドラゴンクレータス。これ倒せると、これ倒せるかどうか超重要。これね、倒せるとね、もうゴールドと経験値の入り方が、さっきのスレイヤーと比べると全然違うんですよ。ドラゴンクレータス超重要。オッケー、これ倒そう。みんな、やれ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 。いけ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 、進め、削る。おー、いけ。激怒、ナイス！オッケー、来たね。さあ、ここからミーナ超強いです。これ、ウルト手に入ったので、めっちゃ強い。待ってね、ウルトがねちょっとねクールタイムがすごい長いから使いどころ大事なんですけど、あスレイヤーいるじゃん、スレイヤー倒すか。よっけ、スレイヤー倒そう。これオッケー、援護頼む、援護頼む、援護、スレイヤー倒そう、援護。あー真ん中いってるね。いや、じゃあそっちは倒した。俺一人でスレイヤーやる。俺が短期でこいつ倒すから。
あと頼んだぞ。よし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 。オッケーオッケー、味方ナイス。でスレイヤーのダメージが、よしよし、そろそろ半分切るぞ。でこれで削れ削れ削れ。ちょっと削って、ちょ手伝ってくれ誰か。ちょっと俺体力やばいよ。スレイヤーこれタイマンで倒せるのか。頑張れミーナ、俺ならいける、俺ならいける。ぐーちょっと痛い、ちょっと痛いな痛いな。いくらミーナとも、よくでもこれしっかり HP を回復していく、 HP 回復して、それで物理攻撃軽く上げて、いやーちょっと防御取った方がよかったか。やばいこれ死にそうだな。ちょっとオッケーオッケー、勝って、ナイス、勝って、ちょっと俺激ロナイス。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし。でも完全にね、あれですね、なんか MVP の動きとかじゃないけど仕事はできてるんじゃないかな。これリコールして一回帰ってね、よしよしよし、体力とまだ回復しまして、オッケーナイス回復、よし行きましょう。引き寄せてウルト、よいしょ、オッケー、これでく、よし見ました、敵動き止まったじゃないですか。あれが強いんですよ、引き寄せて敵からに敵をも逃がさないと。やばい、俺ちょっとヘイド買ってない、やばいやばいやばい、逃げろ。いやクソ、またこのやられ方した。まあでも今のは強かったね。オッケー、これもうタワー開いて、あと一発であそこ折れるな。またこのやられ方になっちゃったけど、まあ今みたいな感じでね、アビリティ使って引き寄せてウルト使って敵をもうそこに束縛する、これがミーナの強いところなんですよ。オッケーオッケーオッケー、まあでもこっちが優勢ですね。依然としてもう序盤のドラゴンクレイダス縛いたところからこっちが優勢だったな。よし行こう、こいつやりたいな、引き寄せて、よしいけるぞ、スタン、ナイススタン、ナイススタン、いけるいけるいける、やれやれやれ、ナイスナイスナイス。いやちょっとその背後必要、おダブルキルナイス、待てよ、引き寄せて、ダメか、 あいつマークスマンならまずいな、逃げたい、逃げ、ちょ、こっち来ないで、よしよしよし、オッケーオッケー、そして味方に合流していく。ああなんだこの動き、よしいいぞ、これで味方に合流するぞ、行くぞ。ちょっとね HP 低いけど、でもリコールしてる暇ない、もうまっすぐ行こう、これオッケー、敵、オッケーオッケー、敵ほとんどやばい、それやっちゃった、今いけるかな、今いけるか、よし行こう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 、やれるガチ、ウルト最後死んだけど、オッケーオッケーオッケー、ちょっとHP 削られすぎたけど、まあ、でもミーナのね途中のアビリティとウルトのコンボ、あれめちゃめちゃ強いんで、まあ、タンクというか前に出るのが得意な人はねぜひやってみてほしいですね。 OK、 おーナイス MVP、 この人うまいな本当にって感じで、終わった後はみんなにいいねしてあげましょう。はい、そのわけでグランドバトル2回やったんですけど、まあ、これで大体どういうゲームかっていうのがね伝わったんじゃないかなと思いますね。ってことで次から本番ランクマッチいきましょう。で今グランドボトルやっただけでもね新しいヒーローが解放されたので、どんどんヒーロー解放されていくと。ってことでいきましょう。さあ今回はですねランクマッチってことで相当集中しないといけない、なのでよし使うか。バイオレットはねマークスマンなんで割とどこのレーンでもありなんだよな。スレイヤーレーン空いてる、よし行きましょうか。じゃあまずは移動速度上げて、で僕はねドラゴンレーンってことで下から行きましょう。で、このバイオレットはですね、この下のアビリティ、これが強いんですよ。これがね、コロッと転がって攻撃するみたいな攻撃なんですけど、これがめっちゃ使いやすいんで、見ていきますか。さあ、おお、ちょっと、来んの早く、ちょ、もう瞬間移動使っちゃった。やべ。よしよしよし、こういう感じでね、ヒット&アウェイができるわけですよ。ヒット&アウェイ。あ、ちょっとこれ、詰めすぎ。ナイス、オーケー、ファーストブラッド、俺です。まあ、マークスマンなんでね、今回は。もう、ガン、遠距離から敵を縛いていく感じで、あーちょっと待って、こいつやりたい、オッケー、モンスターやって、オッケー、これやれるぞ、これやれるよ、よいしょ、ああ、俺の一発当たんなかったから味方のキルになったけど、まあいいでしょう。ってことで通常攻撃のね物理上げつつこれを縛いて、オッケー、レベルも上げていく。で敵のミニオンを破壊していこうか。よし、で味方のミニオンを待とう、一回これ待って、でオッケー、これ範囲攻撃して、でスターン入れていく、お火力がすごい、よくいけいけいけ、ナイス火力で、これミニオン待って、ミニオン待って、待て、逃げよう、やばい、あいつもマークスマンか、ナイス、でミニオン入ってる、オッケー行こう、タワー破壊できる、いける、一緒に行こうぜ、ナイス、でオッケー、ドラゴングレイです、これやろう、ちょ、援護頼む、オッケー、しっかりこの尻尾攻撃避けていく、でアビリティは、あー今使えないか、逃げよう、オッケーオッケー、ドラゴンクレイダス、もう HP ないぞ。いけるぞ。やるぞ。いやー、その、尻尾攻撃が非常に強い。やばい。よし、味方か。ナイス。オッケー、これ経験値とゴールドたくさんもらって。で、真ん中のあいつやりに行くか。真ん中のあいつやりに行ける。よし、捉えたぞ。よいしょ。ふみかちゃんやっていく。よし。で、ミニオンが今いないか。だから真ん中いけない。オッケー、これスレイヤー行こう。
味方もうレベル上がるの早いね。オッケー、スレイコスレイコ。オッケー、ウルトも溜まったね。オッケー、もうこうなったらバイオレット止まんないよ。もうこうなったらバイオレット止まりません。おいおいおい、よし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 。止まらん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 。いけ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 、スレイやるよスレイやるよ。あとちょっとあとちょっと、もっともっと、オッケー、ナイス。オッケーだ、これね、スレイヤーの怒りもろてバフ手に入れていく。でここで、オッケー、おフミカちゃん、もう一回フミカちゃん、ちょっと僕泣いてしまっていいですか。ナイス。あ、味方の気になったな。ちょっとこれミニオン、ミニオン欲しい、ミニオン欲しい。真ん中やってるか。あ、オッケー、真ん中のとこ破壊できた。お、これも圧勝だね、これ。もう勝負決まったまである。お、俺がタワー破壊した。ごめんね、ちょっとなんかタワーパクした。タワー破壊パクっちゃった。オッケー、これ倒そう。いや、強い。よいしょ。いや、バケモンだね。バケモン。怪物がいる。やべ、これやばいな。ちょっと待って、逃げる逃げる逃げる。遠距離から行こう。遠距離キャラなんで、遠距離遠距離遠距離。タクゾウくん、タクゾウくんやりたい。タクゾウをやっていく。オッケー。で、オッケー、アビリティ強化入れて、ダブルキル素晴らしい。で、タワーは破壊できている。味方強いぞ、これマジで。でもね、やっぱね、強いこのキャラ、本当に。めっちゃ強い。オッケー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 。ミニオン入れ、ミニオン入れ、入った。いや、ちょっと逃げるか。遠距離から行こう、遠距離遠距離遠距離。いや、溶け方えぐい。よいしょよいしょよし、もう敵ももう防衛できない。これはもう行こう。よしよし、飛ばせ飛ばせ飛ばせ。あの、ちょっとあれだな、敵だけ倒したいなってこと。このレベル10にも行ってない状態でもう半壊してるっていう。飛ばせ飛ばせ。あ、もう倒しませてる。あー、入れ食い状態、入れ食い状態。これターン大丈夫。レジェンダリー、俺もレジェンダリー。おーしょー、なんかカジュアルよりランクの方がすんなりいっちゃってる。でもそれぐらいこのバイオレットが強すぎる。これどうだ MV、 俺今回ね MV 撮りたいんだよな、仲間ちで撮りたい。どうだ、はい、レジェンダリー、よーし、これ俺だよね、やったー。てことでバイオレットを使って MVP 撮れました。やったー。でもみんな上手かったね。ナイス、誰も止められないよ。あー、めっちゃいいねもらった、ありがとう。じゃあもう一回行こう、もう一回行く。さあ、今のマークスマンのバイオレット使ったんですけど、最後はバルハイン使おっかな。このバルハインね、デフォルトでもう手に入る、一番最初に手に入るそんなヒーローなんですけど、めっちゃ使いやすいんでね、最後はバルハインで攻めよう。そう、最初に手に入るヒーローで最後を締めていく。今日はね、そういうスタイルで行こうかな。よし、始まった。で、まあ、バルハインはね、まあ、マークスマンってことなんですけど、さっきの、バイオレットと同じ感じで強い、そんなヒーローではある。遠距離から縛いていく感じなんですけど、バイオレットと比べた時にどうだろうな。普通になんか、うん、まあでも使い方はバイオレットとあんま変わんないですね。まあ、バイオレットはもっとこう近距離でも高火力出せるみたいなね、近距離でもなんか一気に逃げることができるっていう強みあったりするんですけど、まあ、こっちはこっちで火力が高いと。よしよしよし。あ、ほら、もうこんな感じでね、敵解けます。よしよしよし。あー、もう解けます解けます解けます。あ、いや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 、あの味方のカモンナイス。オッケー、あとはこの野生を買っといて、オッケー、ミニオン倒して経験値もらっていく。残り50秒になるとドラゴンクレイダースが出てくるから、ドラクレは倒したいな。ドラクレ倒したいけど、一回これね、スタン入れて、スタンも、そう、このね、バルハインはスタン入れられるんですよ。あ、待って、あの人動いてない、あの人動いてないよ、あの人動いてない。これもやるしかない。動いてない。あ、やったやったやった。まさかの動いてないと。これは美味しいよ、美味しくいただいてしまいました。ちょっとこれミニオン来てくんないかな。あ、でもドラゴンクレイダスもぞ来るな。これクレイダスを倒したいね。オッケー、ミニオン入っていく。ミニオン入ったんならばもう俺、オッケー、あ、おーよしよし。アビリティ2が強いな。バルハイン、やべ。逃げて逃げて。バルハインにアビリティ2つ目のアビリティがめっちゃ強いな。これ、2つ目のアビリティ、あ、動いてる動いてる。よかったよかった。さあ、動いていったけども、さあ、タンクキャラもこのように火力出して芝居ていくと。で、あとはもうこのタワー破壊してからドラゴンクレイダスから。よしよしよし。やばい、いや、これも、いや、やりきろ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 、無理、無理か、あ、無理ですか。あ、やりきった、ナイス。ギリギリ。じゃあこれドラゴンクレイダスやろ、一緒に。で、これ攻撃範囲から逃げて。いや、火力高いな、さすがバルハイン。やべ、いや、やばい、ここで来るのはうまいな。よし、でもやっていく。バルハイン、バケモン。オッケー、いける、やったー。いや、やばくない、バルハイン本当に強いんだけど。やばい。いや、ちょっとあれだな、バイオレットも相当強かったけど、バルハインバケモンだったな今。あ、大丈夫、いや、下行った。
こ行くかな、下行くか、うん、まあ、タンクだからソーソータワーはね破壊されないと思うけど、あの下2枚か、うーん、いやこれはちょっと俺が守ろう、カバー入ろう、ワンチャン俺1人でやれるんじゃないかな、レベルこっち高いよ、あもうオッケーオッケー、タワー入ってるからやれる、よしよしよし、オッケーオッケー、入れ食い状態、これはもう美味しくダブルキルさせてもらって、でウルトも溜まっていくと、素晴らしい、攻撃速度速いな、バルハイン、うん、火力はこっちの方が高いかもしれないな、オッケー、ウルト使っちゃうよ、あーもうこれ敵が2秒で解ける、いいのこれ、バルハイン2秒で解けるんだけど、化け物なんだけど、オッケーオッケーオッケー、やばい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 、ちょっとやばいよ、ちょっとやばいよ、ちょっとやばいよ、気をつけて、ナイス、でミニオン入ってる、オッケー、でまずこの敵のミニオンをちょっと一掃しまして、ダブルキル、ダブルキルどころじゃない、もう早すぎる、オッケー、ターンをはめ、あーいしょー、うやばいこれ、突起戦力、もはやバルハイン、もう突起戦力これは、ちょこれまずいね、ミニオン来てほしいな、中央、あの真ん中のやってくれたら、オッケー、ミニオン入っていく、あじゃあもうこれ破壊しますね、よしよしよし、これあーでも上にこれ敵固まってる、これやばい、スレイヤーやられてんな、いやこれちょっとスティールしたい、スレイヤー俺のもんです、俺のスレイヤーに手を出すな、おーしレジェンダリー、そしてスレイヤー取ってブリッツブレードもしっかり購入していく、で野生のモンスターも倒せるか、ナイス倒していく、で真ん中に固まってる、これ入れ食い状態だな、ちょっと一回ハイド、いやいけるなこれ、いやオッケーオッケーオッケー、もう前出たな敵、タワーにいないんだったら俺やっちゃうよ、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 やっちゃう、瞬間移動使って、やっちゃうよ、ナイスガチ強い、俺だけレベルの上がり方違くない？他と、でやばい、今アビリティ使えないか、いや今大丈夫だな、今いや無理だ無理だ無理だ、逃げろと、あれだね、ミニオンいないからダメだな、上から行くか、上ミニオンいる、あーオッケー、でも敵来たね、オッケー、飛んで火にいる、オッケーオッケーオッケー、倒して、で下から来てんな、これ下やろう、オッケー、カバー入るわ、よいしょ、あーやばすぎるこのキャラ、このヒーローやばい、やばい、もうヒーローを通り越してワンチャンヴィランまで、魔王なんだけど、ま魔王やばい、このキャラ、このヒーロー強すぎるんだが、オッケーオッケーオッケー、タワーでしょ、トリプルキル、ああごめんねごめんねごめんね、よしよしよし、オッケー、養分になってもらって、養分になってもらって、メガキルやばいね、やべ、やらかしたちょダメ、シャシャったダメ、ちょメガキル、こんなメガキル出ることあんの、オッケー、これで、あミニオン入ったね、オッケー、ミニオン入った、スーパーにミニオン展開ないぞ、え待って、タワーの溶け方やばない、あ終わったということで、皆さん、バルハイン、バケモンです。使いましょう。これちょっと。こんな強くていいの？俺もなんか、黙る暇がなかった。強いしか言ってない。ということで、メガキル達成でございます。MVP も取っていくと。ヨダメやばい。全体の 47.6 がヨダメってこと、これ。やばいね。5人いるうちの半分を自分が出しました、火力。ということでみんなお疲れ様でした。おー、たくさんいいねくれてる。ありがとう、ありがとう。ってことで、ランクマッチありがとうございました。はい、というわけでグランドバトルとランクマッチやってみたんですが、まさかのランクマッチで MVP を2連続で取ることができました。で、どちらかというとグランドバトルの方がね、そのカジュアルとは最初はね、説明したんですけど、今ね、ランクマッチ、まあ、ブロンズってのもあって、始めたばっかりっていうのもあって、無双できたのかもしれませんね。なんで、まあ、始めたばっかりでも、まあ、僕みたいにね、始めたばっかりでも MVP を取ることっていうのは全然できるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、皆さんにはやっていただきたいですね。というのも、このゲームね、最近チュートリアルがめちゃわかりやすくなったんですよ。なんか最適化されてアップデートでね、わかりやすくなったのということで、あんまりゲームしない人でも今ね、僕がプレイしてる中だとちょっとどうだろう、やってみてもいいかなって迷ってるかもしれないんですけど、やってみたらね、もうチュートリアルもすごいわかりやすくて、今みたいな感じで僕もね、結構なんか専門用語とかいくらかあったと思うんですけど、もうそれをね、すぐ理解できるぐらいにはチュートリアルわかりやすいのでやってみてください。そしてこのアリバラなんですが、アリバラ女子部というものがあります。こちらですね、はい、もうその名の通りアリバラの女子部だそうで、とてもね、美しい方々がこのアリバラの魅力を
発信しているということで、少しでも興味のある方はですね、概要欄にリンクありますので、アリバラ女子部のチェックのほどよろしくお願いします。ということで今回いかがだったでしょうか。アリバラやってみたんですけど、やっぱこうチームバトルということもあって、今回僕は一人でプレイしたんですけど、本当にね、友達とゲームするのが好きっていう人でもおすすめできます。これも友達と一緒にプレイすることもできるし、あ、今そっちに敵いるからカバーよろしくとかね、そういう意思疎通とかもね、友達とやるだけでもすごくね、戦略性が深くなったりするので、友達のいる方はぜひ友達と一緒にやってみてください。で、一人でねやるっていう分にもとても楽しいゲームですので、おすすめです。このアリバラですね、ダウンロードのリンク概要欄にありますので、ぜひダウンロードをしてですね、遊んでみてください。ということで、この動画が面白かったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。